続いては真剣イケメンです。今回登場するのはマイペースイケメンです。皆さん、朝からイケメンですよ。おっきい水車、おいしそうな麺、今日もご期待ください。松岡優太さん、バレーボールの元日本代表、現在は営業マンとして佐伯で活躍中。どうかわかんないですけど、やっぱマイペースでおっとりしてるっていうのは、もうなんか見た目から出てるみたいで、いやもうせっかくこっち海とか近いんで、魚釣りとかなんかのんびりしてみたいなっていう風に今ちょっと思いました。今ちょっと思った。なぜかしらその美容グッズですね、をなんかよくいただいててですね、まあパックとかオイルとか、色白の自覚はあるんですけど、なんかそういう肌の手入れとか気をつけてなんかいるのかなっていう風に見られてたと思うんですけど、あらやだ、私よりお肌白いかも。現役離れてもう1年経つんですけど、まあ、バレーボール、まあ、やりながら、まあ、地域の中溶け込めたらいいのかなっていう風には。はい、なんだかあったかい気持ちだな。ん？豚骨の香り？佐伯名物天津ラーメンは店主のさよこさんが心を込めて作ります。その優しさは味はもちろんのこと、お財布にも。見てこんな感じ、列を作るのも納得。すみません、いただきます。いやもう安定してほしい。あれ柔らかくて美味しいです。マイペースイケメン松岡優太さんでした。真剣イケメン。爽やか、爽やかですよ。本当にね。そしてお肌も綺麗な人ね。お顔立ちでね。身長も高い。そうなんですよ。192センチなんですって。でかっ。手足も長かったよね。スタイルがやっぱいいですよね。ね、あの福井県のご出身で境ブレイザーズでプレーをされてたそうなんですよ。ね、バレーボールの元日本代表です。かっこいいですね。佐伯ラーメンも気に入っていただけて。ね、わあかっこいい。そう、またコートに立ってる姿、ね、を見るとちょっとまたねかっこいいですよね。そのすごい方に出ていただくこのコーナーもすごいね。そうですね。ありがとうございます。はい、そして今回佐伯ラーメンでしたね。あのお昼時は行列ができるみたいなんですが、回転が早いので待ち時間が少ないそうですよ。ぜひ行ってみてください。ここまで真剣イケメンでした。